荻上直子は、日本の映画監督。千葉県出身。千葉大学工学部画像工学科を卒業後1994年に、渡米。南カリフォルニア大学大学院映画学科で映画制作を学び、2000年に帰国。2001年自主制作映画、星野くん、夢のくんが2001年度、ピアフィルムフェスティバルで音楽賞を受賞。2003年、スカラシップ作品の権利を得て、長編劇場デビュー作、バーバー吉野を発表。第54回ベルリン国際映画祭、児童映画部門特別賞を受賞。2005年、愛媛県松山市で実際に、毎年開催されている俳句甲子園に出場する、高校生たちを描いた、青春物、恋は575を発表。2006年、フィンランドのヘルシンキオールロケ。秋香瓜澄樹監督、過去のない男の主演だった、マルク・ペルトラも顔を出した、かもめ食堂を発表し、大ヒットさせる。さらにその後実弾的 CM が、同ロケ、同スタッフによって制作されたことで話題になった。小林聡美、茂田井正子の、やっぱり猫が好きゆかりの二人が共に、荻上作品の常連ということもあってか、2005年には、やっぱり猫が好き2005の脚本を手掛けている。2007年、小林、茂田井コンビが、再び主演した、メガネも、興行的に成功した。第58回ベルリン国際映画祭、パノラマ部門出品、日本映画初のマンフレート・ザルツゲーバー賞を受賞。また、第27回、藤本賞の特別賞、及び、第34回、山地文子文化賞を受賞した。2010年8月には第一小説集となる森生を発表。2011年トイレットで芸術選奨新人賞映画部門を受賞。2012年文化庁新進芸術家派遣制度によりニューヨークに留学した。同年事実婚の夫との間に双子の女児が誕生。同年、レンタ猫で第62回ベルリン国際映画祭、パノラマ部門出品、ストックホルム国際映画祭、コンペティション部門ノミネート。2017年、荻上直子、第2章の始まりと公言した、彼らが本気で編む時は、を発表。第67回ベルリン国際映画祭、パノラマ部門正式出品、ジェネレーション部門特別上映。日本映画初のテディ審査員特別賞を受賞した。ありがとうございます。